皆さんお疲れ様です。今回もマインクラフトやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ですね、前回ね紹介しました、雲の、毒蜘蛛の軽減ストラップ作ってみたんですけども、この装置の方はいいんですけど、スポーン部屋の方のね作成、水路の、測量を間違えてしまいまして、この辺りでつっかえちゃってます。 毒蜘蛛ちゃんがね、多分たくさん湧いてるんでしょうけど、この一つの道に押し込むところの幅を間違えて作っちゃって、そこで突っかえて、なんとこんなところまではみ出てくるといったことになってしまいました。 よしよしよし。でもね、何匹かは、来るみたいです。ここもね、ずっとね、掘って張り替えてみたんですけども、何分一色なので、ちょっと質素な 淡白な感じの部屋となっております。もうちょっとデコレーションといいますかね、アレンジしたかったんですけども、疲れたと あんまりここにもね時間を使っていられないということで、まあいいかなということで、さっさとね、ネザーの方にも行きたいので、まあ、とりあえずここは、これで完成ということにしました。ここはね、この道は、廃坑への道です。よし、ちょっと溜まってるんで使ってみましょうか。よし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 。ただね、やっぱり実際にね、経験値このトラップ使ってみて、やっぱりあえて毒蜘蛛で作る必要はないのかなと思いましたね。 だからね、動画が上がってない理由もなんとなく分かりました。効率がそんなにいいとは確かに思いませんでした。他のプロね、経験値トラップを作ったことがあるわけではないんですけども、まあこんなもんなのかなとちょっと分からないんですけどね、あまり下手なことは言えませんが。なのでね、今回はネザーに向かって、とりあえず目標としては、ネザー要塞、要塞の発見と、要塞を捜索しつつ、なんて言うでしたっけ、グローストンの回収を行っていきたいと思います。では、そのままの足で行きましょう。よしよしよし、ここにいろいろ貯めておいたからね、ちょっと前回死んだので 頭がどっか行ったんですよ まあいいや、丸石は大量に持っていっとこうかな。ちょっとこの辺がいらないな、ちょっとこんなにいらないよ道具 ちょっと待った、コントローラー勝手に動いた。よしよしよし、こんなにいらない。石の剣でいくかな。弓のね、弓がないので、何て言うんでしたっけ、ガストかな、豆腐みたいな あいつを飛んでくる火の玉を打ち返すしかないという。できる限り、戦闘は避けていこうかな。よし、ちょっと整理しますね。こんな感じでいくかな。これも持っていってこっか。よし、では行ってみたいと思います。ポチッと。ここは気に入ってますね。いいでしょ そんなに良くない？ よし、まあ行きましょう。さてさて、初だな。とりあえずゲートをね、守るための石を設置していきたいんですけども。おうおうおお、いい位置じゃん。なんだこの設置の仕方は。スターフォックス64のアンドルフ倒した後の脱出通路をちょっと思い浮かべちゃったよ、これ 知ってる人は知ってると思いますけど、これ別に守らなくていいんじゃない？まあ、とりあえず、これってスコップでいいんでしたっけ？あ、ツルハシか、やっぱり。よ
そんなに時間かからないんですよね。とりあえずですよ。ある程度置いておきましょう。斧っているのかな。このくらいでいいか。あ、ちょっと丸石もちょっと置いておこう。こんなにはいらないと。よし。どういう風に補強すればいいんだろうな。とりあえず下も変えておこうか。バランスがもし悪かったら、すいません。もしね、悪いようでしたらすいません。よし。そんなにガチガチにする必要もなさそうだけど。よし。ちょっとね、もう一段下にしておけばよかったな、床を。別に今からでも間に合うか。まあ、この形でいいでしょう。よし。持っていく階段も。よし。では行きたいと思います。どっちに行こうか。まあいいや。燃えてる方行こう。向こうがオープンみたいな感じですね。外に行きそうですけど、私はこういう地下が好きなので、こっちに向かいます。気の向くままに行きます。あら、岩盤があるよ。あら、終わっちゃったよ。なんだそりゃ。じゃあちょっと上がってみようか。ちょっと沈下。明かりは松明でよろしい。ん？登れないね。よいしょ。早い。鉄で十分だ。沈下。確か水は設置できないんですよね、このネザーは。水とあとベッドもダメだったのかな。なんか爆発しませんでしたっけ。Xbox バージョンの方でお友達とプレイしていて、それ知らずに寝ようとして大爆発起きた覚えがあって、なんだって、スケルトンじゃない、匠さんがいたのかみたいなね。ちょっとまた BGM の音量が上がった気がするな。どうしてだ、下げたはずなのにな。ちょっとちょっと階段を、ちょっと狭いね、ここ。もうちょっと分かりやすいようにしよう。ブロックの模様が同じなのでね、ちょっと分かりづらいんですよね、どこが角かっていうのが。よしよしよし、ちょっとこの辺も分かりやすいように。よし、これでいっか。まあちょっと雑だけど、どっち行く。私暗い方大好きです。終わっちゃった。キノコがある。もらっていこう。岩盤は何なんだ。これ結構下の方にいるってことなのかな。ネザーでも関係あるんでしょうかね、この岩盤は。やっぱり、あら、ダメ。これもしかして自分で掘っていかないといけない。マジですか。ちょっと反対側行こう、ネザーゲートの。そんなに松明も置いてられないな。よし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 。さあ、自分で掘っていけということか。了解しました。それ、それ。よし。なんでこんな掘り方したんだ。ゲシュタルト崩壊ってやつか。あ、ちょっと待って。やっぱりこれ地下だな。マジですか。ちょっとこの高さで、ですよ。ちょっと小声になっちゃうな。なんでやねん。お呼びでない。こっち行ってみよう。
か、あれですね、松明の数は少なくても、意外と1本ですごい照らされるな。あ、でもやっぱり一応、ヘッドセット使ってますけど、結構、不気味な感じな BGM ですな。ホラー後ゲー半ムがの実況とかちょっとやってみね、たいんですけどね。結構びっくり系だったと思うので、苦手な方はブラウザワックス推奨です。私、怖がりなので、どうでしょう、いい反応は取れる見とてよ。思う。どういう爆発の仕怖方がなりのだか。けど、怖いもの見たさにってやつですね。お、びっくりした。やめて肝よ。試し動画とか撮ってみたいな。よくね、私、他のね、過去にもお話しましたけど、ドライブ好きなので、よく行ってました。何かね、なんかおどおどしい音がさっきからずっと横で鳴っているんですよ。テレポーターの音かな。なんで土？ちょっとこれは分けよう。これは上に置こう。うわ、もういっぱいになる。すごい掘ったな。よーし。掘っていくぞ。どうしよっか。この向きがいいな、でも。よし。これでは上から溶岩降ってきたらどうしよう。ちょっと、こういう形でいこう。やっと地上が見えました。行ってみたいと思います。どこだい？びっくりした、お前。この野郎。この野郎、俺とやろうってか。ちょっと待ってください。すいませんでした。ちょっと、どこここ。ガストは何匹いるの？いたた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 た。ちょっと、あ、お邪魔しました。これ落っこちそうで怖い。ちょっと、こういった感じで。足場を作っておこう。落下防止。よし。よしよしよし。やっと出れた。ちょっと、やっぱり強いな。丸石をもうちょっと持っていっておこう。で、あのはしごの周りを補強したいと思います。まずはガストだ。よし。あいつらをどうするか。石の剣でいっか。よし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 。これでいいでしょう。さて。ちょっと待てよ。水が置けないからポトッと落ちる形にできないな。まあ、めんどくさい。怖いな。もう燃えてるよ。よいしょ。さあ、上がってこい。どうだい？やつか。ちょっといっぱい飛んできてそう。当たんねえよ。ゾンビピックマンいるよ。地形中の。よいしょ。当たんねえ。矢が欲しい。矢が欲しいよ。ちょっと一匹に集中してたら、いって。ちょっとやめてください。この野郎。この野郎、俺に何の恨みがあるんだ。ちょっと待て。待ちたまえ。ちょっと補し、ちょっと補強作業を先にしよう。もう燃えまくってる。あちゃ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 。あちゃ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 。ついちゃった火が。これ消えないよね。どうやったら消えるんだ？あ、消えた。
ちょっと回復するのを待って。この頭だけ出てるってのがいいんですよね。これいかにもって感じですね。そこ燃やしてくれたのをやってくれるんじゃねえか。待ちたまえ待ちたまえ。やりたいことやってくれるじゃねえか。ちょっともう一段高くしたいんだけどな。いやー、そんなこと言ってる間にすごい燃えていってる。燃えていってるぞ。よし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 。いやー、ムツゴロウさん、ムツゴロウさん、ガストは一体何が弱点なんですか。痛えなー、おい。あっちいっちゅうね、あっちいっちゅうね。よいしょよいしょ、急げ。作業スピードが問われるぞ。とりあえず置いてけ置いてけ置いてけ。あちっ、やめてくれやめてくれ。消えろ消えろ消えろ、この前で消えろ。消えてくれ。よし、ここ揃えよう。よし、一段下げるか、意味はないけど。中年俺が何をしたっていうんだ。丸石置いてるぐらいだぞ。豆腐って言ったのが悪かったか。やってくれよ。よし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 、ちょっとないよね。いや、なくなっちゃった。取ってきまーす。わ、気持ち悪い。ちょっと落下防止遅いなー。もっと早く方法、登る方法ないのかな。長い。ここでいいか。こっちにしよう。なんでやねん。よし、ありがとう。ちょっと解体作業してくれてるよ。よいしょ。そうだ、この辺りを、この辺りを削ってくれ。あっちいっちゅうね。俺に火をつけるなって俺に火をつけるなって、お前ら標的が違う。あ、これ死んだし。あっち、アチーブメントだ。意味がわからん。さよなら。
鋼鉄のパンツ。経験値使っておけばよかった。メロチュってんのにな。あちいちゅうねん。どうしよう。どうしましょう。怖いねー。もういいかな。別にこれ以上囲う必要はないか。ひとまずこれでいいかな。よし、ちょっと階段を行って。そこだけ掘って。この辺だけ石に変えたい。あ、痛い。よく火がつかなかったね今。よいしょ。おい、あれ。僕な実況しないな。あぶねー。よし、これでいい。ちょっとよいしょ。まあ、何がしたいんだ。よし、いたか、帰ろう。よし、今回はここまで。どうもご視聴ありがとうございました。次回から本格的に創作したいと思います。失礼します。